高知市では、70代と80代の男性が3回目のワクチン接種を受けていたことが分かりました。市によりますと、70代の男性は6月に自衛隊の東京大規模接種センターでモデルナ製のワクチン接種を受けました。その後、高知市内の医療機関で7月と8月にファイザー製のワクチン接種を受けたということです。この男性は、 5月に接種券の再発行手続きを取っていました。東京で接種を受けたことを記した書類が9月に高知市に届いたことから3回接種が判明。男性とは連絡が取れておらず、体調面の状況は分かっていません。一方、80代の男性は4月と5月に市内の医療機関で入院患者としてファイザー製のワクチン接種を受けました。 その後、この男性は別の医療機関に転院した後高齢者施設に入居施設のスタッフが転院した先の病院と本人に接種履歴を聞いたところ接種していないと返答があり今月3回目となるファイザー製ワクチンの接種を受けました体調面に異常はは見られないといとととうことです。高知市は再発防止策として、 再発行の依頼を受けた際に申請者の接種履歴や予約の有無の確認を徹底するとしています。